ジェームズ・セシル・パーク、ジェームズ・セシル・パーク、ジェームズ・セシール・パーク、1881年7月26日から1946年2月27日は、アイルランドモナハン州クローネス出身の男子テニス選手、1912年の全豪選手権男子シングルス、ダブルス優勝、1914年のウィンブルドン、選手権混合ダブルス優勝、1908年の ロンドン五輪男子ダブルス銀メダルなど多彩な経歴を残した選手である。パークは多種目のスポーツに優れた技量を持ち、テニスラグビー、クリケット、チェス、陸上競技の5種目でアイルランド代表選手を務め、スクラッチゴルファー、ハンデキャップ例のゴルファーとしても著名であったことから、アイルランド最大の万能スポーツ選手という評価を得た。パークは少年時代、チェスの振動として、 名声を得ていた。その後ダブリンのトリニティカレッジに進学し、1901年から1908年までラグビーのアイルランド代表選手を務める。彼のポジションはセンタースリークォーターバックで通算サ,サンドアイルランド代表チームの首相に選ばれ、1903年から1907年までの間にアイルランド代表チームで20勝を挙げた。ラグビーと並行して、 テニスでも優れた成績を出し始め、1904年にテニスのアイルランド男子シングルス選手権で初優勝を果たす。1908年、パークは男子テニス国別対抗戦、デビスカップの代表選手に選ばれた。当時のデビスカップでは、アイルランドの選手はイギリス諸島ブリティッシュウィルズの代表としてプレーした。デビスカップの同僚選手女子アリッチー。 1870年から1955年と共にパークはロンドン五輪にテニス選手として参加し男子ダブルスで銀メダルを獲得した。1908年のロンドン五輪ではテニス競技は通常の屋外競技に加えて室内競技、オリンピック記録ではインドアコルツと記載の2種類が実施された。パークトリッチーが男子ダブルスの銀メダルを獲得したのは 通常の屋外競技である。二人は決勝戦で同じイギリス代表選手のレジナルド・ドハティ1872年から1910年アンドジョージ・ヒルヤド1864年から1943年組に7から9、5から7、7から9のストレートで敗れた第1セット、第3セットの2つ7から9がある。この的な方式の大会では 屋外競技は男子シングルス45名、男子ダブルス21組で優勝を争ったのに、対して室内競技は男子シングルス10名、男子ダブルス5組のみの戦いであった。室内競技は1912年ストックホルム五輪でも実施されたが、ロンドンとストックホルムの2大会のみで廃止された。ロンドン五輪から4年後の1912年、ジェームズ・パークはキャリアで、 唯一の全豪選手権に出場し、この大会で単腹優勝を飾った。1912年全豪選手権の開催会場は、遠方のニュージーランドヘイスティングスであったことから、オーストラリアの選手が一人も出場せず、地元ニュージーランドの選手とイギリス人、選手4名で優を争った。イギリス諸島から遠征した4人の選手は、パークとアルフレッド・ビー・ミッシュ。 1879年から1944年、チャールズ・ディクソン。1873年から1939年、ゴー・オードン・ロー。1884年から1972年、であった。男子シングルス決勝で、パークは B ・ミッシュに3から6、6から3、1から6、6から1、7から5のフルセットでセリー勝った。ダブルスでは、ディクソンと組み、 b シュとローの組を6から4、6から4、6から2のストレートで圧倒した。なお、前後選手権のニュージーランド開催は1906年と1912年の2度だけで終わった。1912年から1914年にかけて、パークはウィンブルドン選手権でエセル・トムソン・ダーコム、1879年から1965年と混合ダブルスのペアを組んだ。 1912年までは、女子ダブルスと混合ダブルスの2部門は、ウィンブルドン選手権の公式競技ではなく、選手権公認外競技、ノン、チャンピオンシップイベントとして扱われていた。1912年の混合ダブルス、選手権公認外競技で、パークとラーコムは、アルバート・プレブルドラブースビー組を破って、優勝する。1913年から、 女子ダブルスと混合ダブルスは、ウィンブルドン選手権の正式競技に加えられ、優勝記録表にも公式記録として記載されるようになった。混合ダブルスの第1回公式競技大会、フルチャンピオンシップイベントにて、パークとラーコムは、決勝で、ホープクリスプアグネスタッキー組と対戦した。ところが、第2セットの途中、ゲームカウント、6から3、3から5で、 アクシデントが起こり、相手組選手の打球が、ラーコムの目に当たってしまう。ここで二人は途中危険を余儀なくされ、パークとラーコムは、最初の混合ダブルス公式優勝を逃した。翌1914年の混合ダブルスで、二人は、アンソニー・ワイルディング、ニュージーランドマルグット・ブロック・ディス、フランス組を4から6、6から4、6から2の逆転で破り、 公式競技になってからの初優勝を果たした。パークのウィンブルドン成績は、1914年混合ダブルス、優勝のみが公式記録として採される。同選手権のシングルスでは、1910年と1913年の準決勝進出が自己最高成績だった。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、ジェームズ・パークもイギリス連合軍に入った。 1915年にガリポリの戦い、ダーダネルス作戦が行われ、パークは戦場のダーダネルス海峡で負傷した。この知らせは遠くオーストラリアブリスベンで開かれていた1915年、全豪選手権の会場にまで届いた。パークは無事に世界体制を生き延び、終戦後のテニス界に復帰を果たす。1920年のウィンブルドン選手権で、 パークは、アルガーノン・キングスコート、1888年から1964年と、男子ダブルスのペアを組んだ。当時のウィンブルドン選手権は、シングルスダブルスとも、チャレンジラウンド、挑戦者決定戦と、オールカマーズファイナル、大会前年度優勝者とチャレンジラウンド勝者とで、勝ちを争うの競技方式で行われていた。パークは、世界大、戦前、 1911年から1913年の3年連続で男子ダブルスのチャレンジラウンド決勝敗退があった。1920年の大会では男子ダブルスの前年度優勝ペアが出場しなかったことからチャレンジラウンド決勝で優勝を争った。パークとキングスコートはチャレンジラウンド決勝でアメリカペアのリチャード・ウィリアムズチャールズ・ガーランド組に6から4、4から6、 5から7、2から6で敗れて、準優勝に終わった。シングルスでは、パークは3回戦でビル・チルデンに敗退するが、パートナーのキングスコートも4回戦でチルデンに敗れた。ウィンブルドン選手権終了後のデビスカップでも、イギリス諸島の代表チームはアメリカに歯が立たず、パークは、チルデンと、ビル・ジョンストンに全敗を喫してしまう。パークは1920年を最後に、 ウィンブルドン選手権とデビスカップから退いた。ジェームズ・セシル・パークは第一次世界大戦からの期間後、ウェールズのランディドノーに住み、44歳を迎える1925年までテニス経歴を続行した。引退後はジム弁護士の仕事に就いたアイルランド最大の万能スポーツ選手は1946年2月27日に、 ランディドノーで64年の生涯を終えた。パークは大部分のトロフィーを命に依存し、彼女は自分の死に先立って、おじの獲得したトロフィーをモナハン州立博物館に寄贈した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。